皆さんこんにちは、岡田克也です。衆議院の強行採決が終わって、今日は片付けなどして過ごしています。お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、メガネを新しく揃えました。従来のメガネ、私非常に気に入ってますので、これからもしたいというふうに思ってますけれども、蓮舫代表代行をはじめ何人かの方から全く似合ってないので、変えるべきだというご指摘をいただいてました。先般の常任幹事会では北田副代表から常任幹事会の席で、代表の眼鏡は何とかしろというご指摘もいただきましたので、もう一つ眼鏡を買うことにした次第です。こちらも非常に日本の技術の粋を集めた素晴らしい掛け心地で気に入ってるんですけれども、2つないしは3つの眼鏡をその日の気分で買えるのか、使っていくのかなと、そんなふうに思っています。ただ今日たまたま朝の会議で、蓮舫さんと顔を合わせましたが、彼女も瞬間眼鏡のが変わったことは気がつきませんでした。北田副代表に至っては、ちょっと用事があったので30分ほど2人で話し込んだんですけれども、最初から最後まで眼鏡が変わったということは気がつかなかったということで、そんなことならわざわざ上官でご発言にならなくてもいいのになと、そんなふうに思った次第です。